山田純一は、地方競馬の笠松競馬場、藤田正春旧社所属の元騎手である。勝負服の柄は紫、桃製チラシ。神奈川県出身、血液型大型。地方競馬教養センター騎手家庭第79期生2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月5日。 1> 第1回笠松競馬1日目第7競争ラ系 B2 組選抜戦黒巻場王で初起乗。翌4月6日、第1回笠松競馬2日目第3競争ラ系3歳4組条件戦を富野レッドスターで優勝し2戦目で初勝利。2005年3月21日第19回全日本新人王総派戦出場。 2007年1月27日から2月9日まで、騎乗技術の向上を目的として、中央競馬、星野忍旧社で研修を行った。同年2月25日第1回阪神競馬2日目、第6競争3歳500万下で富野 J、G、に、騎乗し、中央競馬初騎乗。同年6月1日第4回笠松競馬4日目、第3競争ラ系、地位5組条件戦を、 フレームで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2008年12月12日第15回笠松、競馬5日目第10競争ー系、c ク組選抜戦ゴットウィングでの起乗を最後に、同年12月20日付で引退した。地方通算成績は2013戦112勝2着145回3着206回、勝率5.6%、 連帯率12.8%中央競馬2000、霊章第79期機種候補生終了式、地方競馬情報サイト平成15年度第4回長教師、機種免許試験新記号各社発表地方、競馬情報サイト全日本新人王総派戦から、LL サイズ追悼千尋機種が、 新人王にダッシュ NETKEIBA.com 笠松の山田純一騎手。JRA で研修へダッシュ NETKEIBA.com 笠松の山田純一騎手。通算百勝達成ダッシュ NETKEIBA.com 笠松の山田純一騎手が引退ダッシュ NETKEIBA.com ありがとうございます。